大学院とは、高等教育にて、優秀な成績評価を取得した者を対象として、上級学位を付与する機関である。国際標準教育分類では、レベル7と8に分類される。修士課程、専門職学位課程、博士課程がある。大学の中に学部と研究科が置かれており、大学院では、先行分野の大きなくくりを、研究科、 研究家の分野を細分化したものを専攻と呼んでいる。大学院には、修士課程専門職学位課程博士課程があり、各課程を修了し、かつ、所定の基準を満たした場合に、修士、専門職学位、博士の学位が授与される。米国やカナダにおいては、学部レベルの部局とは別に大学院レベルの教育を行う部局として、 グラデュエートスクールが設置されている大学が多い。一方で、多くの英語圏諸国では、各専門部局において、学部教育とポストグラジュートエデュケーションと呼ばれる大学院教育が同時に行われている。大学院に通う学生を、アメリカ英語とイギリス英語では、グラデュエートステューデンツと呼ぶ。また、イギリス英語では、ポストグラジュートステューデンツ、ポストグラジューツ、 ポストグラズと呼ばれることがある。日本では大学院制などと呼ばれる。アドバンスとディグリーを取るための制度は国によって多少異なる。日本やアメリカなど多くの国では大学院に学生として所属し必要な履修受講した講義の単位を習得した上で論文を書き学位を取得するのが通常である。一方でドイツなどでは博士取得を目指すものは 教員に指導を受けるとしても学生となるとは限らない。日本においても学生として大学に所属せずに論文を書き、大学に提出して審査を経て博士の学位を取得する論文博士の制度が残されている。また、大学院は教育だけでなく大学における研究活動を行う機関である。研究及びこれを通じた高度な人材の育成に重点を置き、 世界で激しい学術の競争を続けてきている大学グループとして RU11 がある。RU11 の厚生大学は北海道大学、東北大学、東京大学、早稲田大学、慶応義塾大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学、筑波大学、東京工業大学の11大学である。政府の統計によると、 文系理系の合算データでは40歳代以上で年収700万円以上の労働者の比率は大学の学部出身者で30%大学院出身者が50%以上である。1876年アメリカ合衆国のジョンズ・ホップキンス大学に世界で初めて大学院が設置された。日本では八百八十年に東京大学の方、文、 理の産学部に設置された学士研究科が大学院の起源とされる。1886年の帝国大学令により、帝国大学は文化大学と大学院とで構成されると規定され、各帝国大学に大学院が設置されていくことになる。また、1887年の学位令により、博士号の授与が行われるようになった。 1918年の大学令により、帝国大学以外にも大学が設置可能となった。だが帝国大学が学部と大学院とで構成されるのに対し、帝国大学以外の大学は学部と研究科で構成されることになり、大学院の設置は認められなかった。太平洋戦争後に新生大学になって、大学院の設置が旧帝国大学以外でも可能になった。 1947年制定の学校教育法は第62条及び第65条第68条等で大学院について規定している。1974年には文部省令として大学院設置基準が定められた。1991年に文部科学省の大学審議会が大学院の量的整備の緩和を答申した。 それまで研究者養成機関と考えられていた大学院に高度職業人を養成するための夜間大学院や専門職大学院などが加わり院生の数が大幅に増加した2003年に専門職において修士課程相当の教育を行う専門職大学院の制度が作られて以降は学部を持たず大学院を置く大学も増加した日本では 大学の学部課程の上に設けられ、学術の理論及び応用を教育研究し、文化の進展に寄与することを目的とするものである。第99条。大学院は、法第102条に基づき、下記のいずれかに該当するものが対象となる。大学院には、博士前期課程、博士後期課程、一貫性博士課程、後期三年博士課程、四年生博士課程、 修士課程専門職学位課程などと通称される多数の課程がある。大学の中に学部と研究科が置かれており、大学院では専攻分野の大きなくくりを、研究科研究科の分野を細分したものを専攻と呼んでいる。ただし、2000年4月1日以降は異なった名称、携帯の下部組織も現れた。大学院には修士課程 博士課程、専門職学位課程がある。さらに細分化された課程が置かれている場合もある。大学院に進学するためには、一般的には、大学の学部を卒業し学士号を取得するか、個別の入学資格審査に合格し学部卒業と、同等の学力を有すると認められる必要がある。大学院によっては、学部の卒業を経ない、飛び級の制度を設けている場合もある。 その後、大学院に進学し大学院の課程を修了した者は、その課程に応じて修士号、博士号、専門職学位の学位が授与される。修士号、博士号、専門職学位は、アドバンストディグリーと呼ばれる。大学は、学位規則などに基づき、大学院の課程を修了した者に対し、修士、または、博士の学位を、 専門職大学院の課程を修了した者に対し、専門職学位を授与する。大学は、学位規則などに基づき、大学院の課程を修了することで博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認めるものに対し、博士の学位を授与することができる。大学院の課程を修了することで授与される博士の学位を家庭博士と呼ぶことがある。また、 大学院の課程を修了することで博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認められて授与される博士の学位を論文博士と呼ぶことがある。いずれも学位規則等に規定された正式な故障ではなく一般的にはどちらの取得方法であっても同じ博士の学位として扱われる。日本の教育制度においては大学院は大学に置くことができるとされている。 大学院は学術の理論及び応用を教授研究し、その信号を極め、または高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。また、大学院のうち学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための 深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする者は専門職大学院とされる。大学院を置く大学には研究家を置くことを条例とされる。研究家は専門分野に応じて教育研究所の目的から組織されるものである。ただし、当該大学の教育研究所の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、 文部科学大臣の定めるところにより、研究海外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。研究海外の教育研究上の基本となる組織を置くことができるようになったのは2000年4月一日からである。この日に九州大学のすべての大学院が学生が所属する教育部として、学府、教員が所属する研究部として研究員という、 組織を持つ大学院へと改祖された。東京大学では新たに教育部として学府を研究部として学官を持つ大学院情報学館、学際情報学部が設置された。大学院には2つ以上の大学が協力して教育研究を行う研究科家,家庭を置くことができる方式が2つある。1つ目は連合研究科 連合大学院などと呼ばれる方式で、例えば、東京学芸大学、横浜国立大学、千葉大学、埼玉大学よりなる、東京学芸大学大学院、連合学校教育学研究科がある。その他に連合農学研究科、連合獣医学研究科、連合小児発達学研究科がある。二つ目は、共同教育課程を編成する方式で、 共同大学院とも呼ばれ、例えば、東京女子医科大学と早稲田大学による共同先端生命医科学専攻がある。なお、連合大学院では、機関となる研究科に組織を設置し、教員、学生は、機関校に所属し、機関校の名義の学位を出す一方、共同教育課程では、すべての厚生大学に組織を設置し、教員、学生は、 全ての厚生大学に所属し、全ての厚生大学の連盟大学位を出すといった違いがある。2000年代以降は、大学院において、専門の教育と訓練を受けた各分野において指導的役割を果たす、高度で専門的な職業能力を有する人材の、養成という社会的な要望から、主に社会人の経歴を有するものを教育する、大学院の家庭の設置も相次いでいる。 2003年度からは専門職大学院の制度が作られ、放送に必要な学識及び能力を培うことを目的とする法科大学院などが作られた。専門職大学院については学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことが要求される。 大学院の設置基準としては、大学院設置基準などがあり、専門職大学院に関しては、加えて、専門職大学院設置基準などが適用される。研究大学文部科学省は、国際競争力の向上のため、研究大学強化促進事業を打ち出し、学部よりも大学院に重点を置いている大学を、研究大学と銘打って、他の大学よりも大きな補助金を与えている。 文部科学省により選出された研究大学は、北海道大学、東北大学、筑波大学、東京大学、東京工業大学、東京医科歯科大学、電気通信大学、名古屋大学、豊橋技術科学大学、京都大学、大阪大学、奈良先端科学技術大学院大学、神戸大学、広島大学、岡山大学、九州大学、熊本大学、 慶応義塾大学、早稲田大学である。専門職大学院大学院、大学北陸先端科学技術大学院、大学日本においては、大学には学部を置くことを条例としている。しかし教育研究上特別の必要がある場合においては、学部等を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。この大学は、大学院大学などと呼ばれる。 日本初の大学院大学は1982年に在界主導で設立された国際大学である。大学院大学でない大学では、例えば工学部に対する工学研究科のように、学部名と同一の名称を持つ、あるいは同一名称でなくとも直接関連する大学院を置くことが多く、これを2階建て大学院という。それに対して対応する学部を持たない。 大学院研究科は、独立大学院あるいは独立研究科と呼ばれる。大学院大学のうち、大学以外の研究機関と協力しているものは、連携大学院などと呼ばれることもある。大学院には各種の課程がある。大学院設置基準においては、大学院における課程として、修士課程、博士課程、専門職学位課程の3種類の課程が規定されている。 専門職大学院の家庭は、組織上、各大学が置く大学院に専門職学位家庭として置かれる。大学院を置く、各大学の学則などでの運用においては、3種類の家庭の家庭について、細かく分けたり、合わせたりして故障している。各大学の学則などにおける故障としては、主に修士家庭、博士前期家庭、博士後期家庭、 後期3年博士課程、一貫性博士課程、4年生、博士課程、専門職学位課程などがある。各種定義と、養蜂大学院における課程について表現するに、当たってはいくつかの方法があり、方法ごとに意味が異なっている。大学院設置基準によるもの大学院設置基準に、定められている、大学院の課程は、修士課程、博士課程、 専門職学位課程の3種のみである。修士課程は、大学卒業後の標準修行年限が一般に2年である課程であり、終了した者には修士の学位が授与される。博士課程は、大学卒業後の標準修行年限が一般に5年の課程であり、終了した者には博士の学位が授与される。専門職学位課程は、終了した者には、 専門職学位が授与される家庭であり、大学卒業後の標準修行年限は一般に2年以内であり、法科大学院の標準修行年限は3年である。このうち、博士家庭は前期2年と後期3年に区分するものと、後期3年のみの家庭のもの、区分を設けないもの、医学、私学、臨床薬学、獣医学を履修するものに分かれる。 博士課程のうち前期2年に区分された課程は、大学院設置基準上の修士課程とみなすことになっている。学則等に見られる、用法各大学によって異なるが、しばしば学則等では、博士前期課程、博士後期課程、一貫性博士課程、後期3年博士課程、4年生博士課程、修士課程、専門職学位課程などに区分する方法が見られる。 博士前期課程と修士課程は、大学卒業後の修行年限を2年とし、修士の学位の授与が得られる課程である。両者の教育内容は同一であるが、当該課程の上に、博士後期課程が設けられていれば、博士前期課程へとされ、博士後期課程が設けられていなければ、修士課程とされる。一貫性博士課程は、前期2年と後期3年に区分しない、 博士課程のことである。後期3年博士課程は、博士前期課程との接続がない後期3年のみの博士課程である。また4年生博士課程は、修行年限を6年とする学部に接続する医学、私学、臨床薬学、獣医学を履修する博士課程である。専門職学位課程は、修了した者には専門職学位が授与されるという、 専門職大学院の家庭である。俗な用法俗な用法においては、学則等で用いられる、修士課程と博士前期課程について単に、修士課程と呼び、学則等で用いられる、博士後期課程一貫性博士課程後期三年博士課程四年生博士課程を、博士課程と呼ぶ表現も見られる。なお、学則で、 博士前期課程を修士課程と呼ぶと正式に定めている場合もある。教育内容日本では一般的には修士の学位や専門職学位を授与された後に後期3年の博士課程に進学できるようになっている形態が多い。しかし一貫性博士課程を設けて修士水準から博士水準までの一貫教育を行う大学院もある。修士課程 博士前期課程、専門職学位課程では、一般的に2年以上在学して、要件を満たすことで学位の授与を受けることができる。授与される学位は、修士課程、博士前期課程では、修士の学位、専門職学位課程では、専門職学位である。修士の学位、または、専門職学位の授与を受けた後に、博士後期課程、 後期3年博士課程で3年在学して、要件を満たせば、博士の学位の授与を受けることができる。また、修士の学位、または専門職学位の授与を受けていなくても、一貫性、博士課程で5年在学して、要件を満たしても、博士の学位の授与を受けることができる。なお、以下の課程の分類においては、学則等に見られる用法を用いた。修士課程、 博士前期課程博士前期課程、修士課程は広い視野に立って精神な学識を授け、専攻分野における研究能力またはこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的している。学部を卒業した者などが入学者専攻試験を経て合格した者が入学できる。標準修行年限は2年。ただし、 在学中に特に優れた成果を上げた者は、修行年限を短縮できる学校もある。終了するためには、規定の単位を取得し、研究指導を受け、各大学院による修士論文審査と試験に合格することが必要である。修士論文審査は、家庭によっては、研究成果の審査であることもある。終了すると、修士の学位が授与される。博士後期家庭。 後期3年博士課程博士後期課程後期3年博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して、研究活動を行い、または、その他の高度に専門的な業務に従事するに必要な、高度の研究能力及びその基礎となる、豊かな学識を養うことを目的としている。修士の学位や専門職学位を授与されたなどが、入学者試験を経て、 合格した者が入学できる。標準修行年限は3年。ただし、在学中に特に優れた成果を上げた者は、標準修行年限を短縮できる学校もある。修了するためには、規定の単位を取得し、研究指導を受け、各大学院による博士論文審査と試験に合格することが必要である。修了すると、博士の学位が授与される。 標準修行年限は3年であるが諸外国と同様、業績を得るためにそれ以上の年限在学する者も,も珍しくはない。そのため、経済的、将来性の面から断念する者が比較的多いのが博士課程の特徴である。また、修行年限以上在学した者の,の論文審査に合格できずに中退した者は、単位取得退学、満期退学と呼ばれる。 従来は、大学の場合でも、研究業績によっては大学、国の研究機関等で正規の研究員として、職を得ている者も,も少なくなかった。しかし、現在では、研究機関に職を得るときの応募条件として、博士の取得が条件となっていることが多い。一貫性博士課程一貫性博士課程は、前期2年及び、後期3年の課程の区分を設けない課程であり、 専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うこと改正を目的として一貫して教育を行う。この過程は学部を卒業した者などが入学者専攻を経て合格した者が入学できる。修了するためには 規定の単位を取得し、研究指導を受け、各大学院による博士論文審査と試験に合格することが必要である。修行年限は5年。ただし、在学中に特に優れた成果を上げたものは、修行年限を短縮できる学校もある。修了すると、博士の学位が授与される。一貫性博士課程に入学し、前述の博士前期課程。 修士課程の修了要件を満たした場合、大学院によっては修士の学位が授与される。卓越大学院5年一貫制の博士課程で民間企業や海外一流大学と連携して世界最高水準の教育、研究を行う大学院を支援する卓越大学院プログラムが2018年度に導入された。4年制博士課程4年制博士課程は、 標準修行年限を4年としている、医学を履修する、博士課程、私学を履修する、博士課程、6年生薬学系の大学の学部に接続している薬学を履修する、博士課程、獣医学を履修する、博士課程である。修了すると、博士の学位が授与される。目的、修了要件、授与される学位は、一貫性博士課程と同様である。 4年生博士課程に接続する学部の修行年限は6年で、あるため、4年生博士課程に入学できるものは、修行年限を6年とする大学の学部を卒業したもの、修士の学位を授与されたもの、専門職学位を授与されたものなどである。専門職学位課程専門職学位課程は、専門職大学院の課程であり、 高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的としている。大学を卒業した者などが入学できるが、通例として入学者選考が課され、合格した者のみが入学できる。修了するためには、規定の単位の取得その他の教育課程の履修により、課程を修了することが必要である。標準修行年限は、 通例2年であるが、専攻分野によっては1年以上2年未満である。修了すると修士の専門職学位が付与される。法科大学院は放送要請のための特別な専門職学位課程である。修了するためには規定の単位の取得が必要である。修行年限は3年。修了すると法務博士の学位が授与される。大学院の夜間授業。 主に夕国から授業を始める大学院の家庭であり、通常の研究家が夜間にも授業を行っている形態と夜間において授業を行う研究家の形態の2種類がある。学部の夜間部や夜間において授業を行う学部の大学院版とも言える。日中、仕事を持つ社会人などが就業後に通学するなど利便性の点で、 大学院の通信教育とともに注目されている。なお、修了して授与される学位は、大学院の通常の課程を修了して授与されるものと、同一のものである。なお、日本初の夜間大学院は1958年に、開設された東京電機大学大学院、工学研究科電気工学専攻である。また文科系における、 日本初の夜間大学院は1990年開設の青山学院大学大学院国際マネジメント研究科である。さらに社会人を対象とする日本初の夜間大学院は1989年開設の筑波大学大学院修士家庭教育研究科、経営、政策科学研究科である。大学院の通信教育通信による教育を 行う大学院の課程であり、大学通信教育を大学院で行うものである。印刷教材等による授業、面接授業などの授業や研究指導を経て学位が授与される。修士課程博士前期課程では、放送大学大学院、明星大学大学院、東北福祉大学大学院、名古屋学院大学大学院、帝京平成大学大学院、 中京大学大学院、キビ国際大学大学院、倉敷芸術科学大学大学院、人間総合科学大学大学院、大美林大学大学院、東京福祉大学大学院、高野山大学大学院、東亜大学大学院、京都造形芸術大学大学院、京都産業大学大学院などがある。また、博士後期課程には、放送大学大学院、 明星大学大学院、仏教大学大学院、聖徳大学大学院、日本福祉大学大学院、九州保健福祉大学大学院などがある。これまでの大学院教育では、学位の習得がすなわち、修了資格と不可分の関係にあり、修了するということは、学位の習得を意味していた。また、その学位の習得状況については、修士の学位についてはともかく、 一般に日本国内における人文科学、社会科学分野の博士号については、家庭機関内で取得するのが困難で、単位取得満期大学で教職につき、その後研究を積み重ね、定年近くになって名誉称号的に授与されるのが慣例になっていた。しかしながら近年、日本の慣例を嫌う留学生が日本への留学を回避したり、あるいは、 日本の大学の学生が海外の大学院へ流出したりするという状況が問題とされた。文部科学省が博士課程の本来の趣旨に従うよう指導を行うなど、現在では諸外国や理系分野並みに人文、社会系であっても、博士課程在学中の博士号の取得が可能となる状況となっている。また、今日ではその大学院の修士課程及び、 専門職学位課程、または、博士課程の定める学位のほかに、他の大学との提携による他大学の学位習得の道が開かれている分野もあり、これをダブルディグリープログラムという。一方で、技術と知識の習得のみを前提とし学位の授業を行わないノンディグリープログラムも存在し、大学院教育の幅や選択肢は多岐に広がりつつ、ある。国際機関では、 その期間の多くの職種において修士号以上の学歴を有することが求められる。アメリカ合衆国は学費や滞在費がほとんどかからない数学のような分野から工学に取られる音楽のような分野まで幅が広い。学位は日本と同じように修士と研究者を目指す人が取得を目指す博士とがある。実学系の専攻の場合は一般に博士課程がないことが多く、 逆にその他の学術系専攻の場合は博士まで進むことが多い。修士と博士が一貫した過程も多く、その場合は修士過程と博士過程が並列して存在するか、修士過程がなくて博士過程のみが存在し、研究者を目指す人は学部卒後すぐに博士過程に入る。修士の後に博士過程に入るか、学部卒後に、 博士課程に入るかのいずれが一般的かは分野による。一貫性博士課程で途中退学する学生に修士号を授与する制度を設けているところもある。この場合、大学や分野によるがその修士号を取得方法には必要な単位数などを確保した上で主として二通りの方法がある。一つは、口実する適正試験に合格して取得する方法。 もう一つは、適正試験を受験しないか不合格だった場合に、修士論文を提出して、審査を経て取得する方法、である。特に、博士課程の必要単位数も取得して、適正試験に合格してから退学する場合は、日本でいう、博士課程単位取得退学に相当する、オールバットディサーテーションあるいはオールバットティーシスと呼ばれることが多く、 多くの大学で公式に認められている故障である。また、この故障は、在学中でも、あとは、学位論文だけという立場の意味で用いられることがある。博士課程では、必須クラスを履修した後、研究論文を執筆する前に、適正試験を受ける。合格したものだけが、博士高校補正として、博士課程に残ることを許される。適正試験に陥ると、 博士課程に席を置けなくなるが、再受験を許されることも多い。なお、この試験はいつまでに合格しなければならないという規定があることが多く、その場合は期限までに合格できなくても退学になってしまう。また、例えば学部卒から、博士課程に入学した学生は入学後2年以内に、修士卒から入学した学生は1年以内に、合格しなければならない。 というように細かい規定を定めている場合もある。適正試験の試験内容は、専門科目の試験と、大学や分野によってはさらに外国語や、プログラミング言語の試験が課されるところもある。以前は日本語も、外国語として、多くの大学で採用されていたが、現在では、ほとんどの大学で廃止され、フランス語、ドイツ語、ロシア語などが主流である。外国語の試験方法は、 その言語で書かれた自分の専門分野の専門書の文章を英訳するなどの方法で行われることが多いが中には口頭による会話試験を課す大学もある現在ではこれらの外国語試験は廃止する大学が増えてきている英語がすでに学術界においての教養語としての地位を確立しておりさらに一般的には専門科目についての学術的な成功に これら外国語の能力はあまり影響がない上に、専門分野において、類いまれな才能や業績のある人でも、外国語の試験をパスできずに博士号を取得できなかったという例もあったためである。適正試験に合格すれば、学位取得のための研究を開始することを認められる。研究成果がうまく実れば、それを学会で発表し、査読付き学術雑誌に論文を投稿、掲載し、 十分に研究の経験を積んだと判断されれば学位論文としてそれらをまとめいよいよ博士号取得のための最後の高等試験である最終防衛試験を受けることができる。再受験が許されることも多いもののこの試験に落ちても大学になってしまう。しかしこの高等試験は大学や分野によっては大学院での研究業績や苦労を称える儀式の 場という位置づけのところもある。また、家族や友人を招待して自分の研究成果を説明するセクションが設けられている場合もあり、その場合はそのセクションの後に大学の教授陣を含む専門家向けの発表、高等試験を行うことになる。試験が終われば受験者は部屋からの退出を命じられ、試験官たちがすぐその場で合格か不合格かを抗議する。 結果が決まれば受験者は再び入室するように言われ、そこで試験の結果を伝えられる。合格すれば晴れて、博士を名乗ることを許され卒業となり、合格した場合に備えて祝賀パーティーが準備されていることもある。なお、この高等試験は大学や分野によっては独特の雰囲気や伝統がある。アメリカ合衆国も学位の認定は緩くなっており、かつてなら、 DM だったのが PHD に格上げされるなど意識に変化が見られる。伝統的に作曲と演奏に博士号を授与しない鉄のルールで知られる。ただし音楽学と音楽哲学と音楽教育学と音楽理論には博士号を授与している。アメリカと日本とイギリスは作曲と演奏でも博士号を授与している。このためドイツは最終学位が 修士の作曲家や演奏家が多く、博士まで登る海外の精鋭との間で実力の乖離が問題となってきている。近年では、博士号を取得するための海外流出も話題になっている。このため、シュトットガルト音楽演劇大学では、音楽理論家のためのドマを新設する意向である。ボローニャプロセスに加入していても、修士と博士は別個で、それぞれに試験が課される。 4プラス2プラス2年で8年で博士が手に入る計算になり日本より1年少ない。ボローニャプロセスに加入して3プラス2プラス3年で同一の選考であれば修士課程のための試験は省略されることがほとんどで事実上5年制になっているケースも見られる。ただし博士課程のための試験はいかなる人物であれど必ず化される。 修士は5年生に組み込まれているためたやすいが、博士課程のための入学試験は大変厳しい。これも8年で博士が手に入る計算になり、日本より1年少ない。ありがとうございます。